こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ブルーアーカイブ始めていきましょう。今回は桃トーク遊んでいきます。またたくさんの溜まりましたね。桃トーク、そんなに長い時間ではないとは思いますが、やっていきましょう。まずメグから行ってみるか。給湯器破壊。え、なんで？熱いと言ったらメグ、加熱と言ったらメグ、そして、あーでもエイミもそうだな。お、これメモロビじゃないの？なんだろう。機械音が。お、ケヘナの象徴。やばい、もうほとんど見えてるじゃん。お、目がいいな、意外と。いや、アウトだろ、これ。ああ、やっぱ先生だったんだ。待ってたよ。忙しかった？ごめん。でも急いでて。意味深だな。そうだよ。一人で作ったよ。こう見えても温泉開発部だし。それにお湯を求める人を見て見ぬふりなんてできないし。何より先生が関わってるってなったらね。しないで入って、今が一番いい温度だから。メグ特製の先生専用温泉だよ。お、どうした？そうだよな。やばい。
え、まさか先生。よかったよかった。コリコリくん。お、どうした？これで終わりか。セナ行ってみるか。キザストーリーまだですね。どうした？なんだっけ。今日もお疲れ様でした。うんうん、ようこそ先生。良い一日を。先生、何でも私にお任せ。今日も良い一日を。最後まで頑張ります。うんうん、ようこそ先生。いらっしゃれ。何しようとしたっけ。
もうミグが、いいですね。ここも反応はしないか。なんだろう、めちゃくちゃ意味深だよな、これ。ごごく。早速息吹使ってみよう。痛い痛い息吹。分かった。息吹とメグ。やばいやばい、いきなり間に合うか、間に合わない。痛い、あまりにも痛い。すぐ回復するし、あーやばい、脳みまで。敗退させた。いいよいいよ。OK OK、 いいタイミングで入ってきた。回復するからな。あかん。メグが戦闘力ないか、単独では。これは無理だ。いや、よく頑張ってるよ。おっと、いや、まだ粘ってる。やばいやばいやばい、ドレスヒナが。倒したいが、回復するんだろうな、もうちょっと男で。OK! 寸胴鍋。おー、粘ってる。強いや、本当に強い。
いやードレスヒナ倒すか。すごい粘りだ。やっぱりレベル40のバッグを手に入れた椿ってすごいな。いや、強力な戦力だよな。はい、ということで素晴らしい椿のあの粘りでした。モートークに戻りましょう。モミジ行ってみるか。あ、これはメモロビか。モミジもレッドウィンター。知識解放先生かわいいなあ。きれあの本の名所じゃん。神保町やん。確かに。ミスター味っ子？結構難しいよな。なんか聞いたことある。チョコレート工場。チャーリーとチョコレート工場。シュマエル？すごいな。お。はい、めちゃくちゃ可愛いやん、もみじ。先生、ついに見つけました。傷んだページもない。特典の書き下ろしイラストもちゃんと入ってる。限定版です。もしかしたら私はこの一冊に出会うためにここに導かれてきたのかもしれません。これも先生が見守ってくださったおかげですね。先生と一緒にいると不思議といいことが起こるんです。だから、その、先生、よろしければ、
知識解放先生を訪ねてくださいね。いいな、行くよ。対照的な。あ、もう一回あるんだ。これひょっとしたら。あ、いや、まだだな。こっちか。どうしよう。風化かな、悩むけど。じゃあ、もみじ行ってみよう。おい、いいですね。やっぱりもみじいいな。まあ戦力的にはそんなに強くないのかもしれないけど、やっぱり。やっぱり好きだわ。行きましょう。明かりで行ってみましょう。大食感明かり。ワニブチ。強そう。どっちをペースメーカーだろう。そうだね。ラビットとも言う。引き出し役。当て馬。え、無茶言うな。いや、まあそうだろうな。じゃあ次行きましょう。高
くさんいるからな。緑は結構先行してるからな。応援団小鳥、これ行ってみるか。3人目のメモロビー、いきなりか。お手が届かない、やばい。これこの顔やばいな。手が短い、悪口。やばいな。そんな。ここで力をグッと。いねー。いただろう。先生、これは。こんな姿を見せるつもりじゃなかったんです。ダメダメな姿を見られてしまいました。爪や解説が必要だろう。ここまでは完璧。力抜けよ。行ったが、なんで。あれがつくんだ。
おー、メモロビゲットだぜ。うん、すっきり。いいですね。もしかしたら私はこの一冊に出会うためにここに導かれてきたのかもしれません。これも先生が見守ってくださったおかげですね。よかったよかった。見守るよ。さ、あ、まだもみじあるんだ。行こう。行こう。4回目でもメモロビか。4回メモロビというか絆ストーリなんだろう。おー、やば。終了かな。椿行ってみましょう。うん、椿大活躍。椿2回目ですね。絆ストーリーは。
ポコ。お？おお。え、今新婚さんいらっしゃいってイエスの枕って配ってるんだっけ？修行、かっこいいミシン。ペロロ、ここよペロロが、モーフレンズが。浮いてるからな、椿は。浮遊できるから、チャクラが。お、買い物に決められない。あ、もう眠くなってしまった。なんだ。先生の膝が枕代わりか。さあ次はセリナ行ってみますか。セリナも2回目ですね。もう絆ストーリーはWhy? ちょっと看病してたんだ。セリナもいいな。飼ってる。やっぱり頑張ったもんな。エデン条約編ではセリナを。
お？え？怖っ。幽霊。え、怖い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 。うん。え？怖い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 。え？何？何？これ。分からん。謎だ。メインヒロイン行ってみるか。地下鉄か。DU っていうとこなんだよな。シロコは4回目の絆ストーリーです。チカチカゴーゴーゴー400。狙ってたやろ。偶然じゃないだろう。偶然装ってるんだろう。あ、終わり？あっさりだな。でも80石もらいました。え、なんかえらいあっさりだな。さあ次風花なんか行ってみましょう。埋め合わせ。よいアイデア。3回目の絆ストーリーです。ウニ、ウニです。こっち。あー、ダメ？うなぎ？え？確かに。
うん。おー。いい子だよな、風花は。お、なんか、話題を逸らした。夜は休めない。ナイスショット、ナイスインだよ。いいな。ナギ。よしみ行ってみよう。キザストーリー2回目ですね。マカロンチャレンジスイーツ部。お、どうしたんだ？ん？どういうことだ？お尻？ここは？メグ行ってみるか。ラーメン。岡山ラーメン？あ、いいね、袋麺。作れるんだ。いいじゃないですか。温泉で食べるラーメンもいいもんだよな。なんか荒れてるな。アメリカな感じだ。フッサかな。え、そうなの？
いいよね。お、すごい。やばいやばい。世界はすごいやばいな。いいね。いいやん。綺麗な本は好きです。眺めるだけで幸せになりますから。手垢のついた本も好きですよ。その本が通ってきた歴史ですから。そうなんだ。あ、新たな患者さんですか。お疲れのようですね。肩でも揉んで差し上げましょうか。あれね、行ってみますか。おっと、メモロビ来た。
どうしたんだろう。大丈夫か。危ない。まあ木本筋やからな。まあそうだ。景色。え？え？ベンチ。大変だなやね。まさか閉じ込められた？え？そうだな。で新ドアに見える。そうだね。バレたくないんだ先生とも。から開けてんだが鍵がかかってるわけはない。よかった戻ってきた。誰だこれ。
なんだろう。行きましょう。もう 2,3 人ぐらいかな。いぶき行ってみる。はるか。1回目ですね、はるかは。この景色は凄い。どうやって手に入れたんだ、怪しい。これはダメだろう、はるか。おいおいおい、犯罪犯罪。トリニティかよ、国際問題。おいおいおい、これはダメだよ。よかったな、運が良かったよな。何これは。失敗してそのレベルでは。まあ、ゲーナ自身がすあれだからな、もう本当やりたい放題だから。でもさすがにな、
ということで、アイリーバンドへ行きます。1回目ですね。垢抜けたなアイリーな。数が限られてるからな。集中集中、まだ終わってない。減らないな。お玉行ってみよう。落とせ小玉。先生の声が聞こえたので会いに来ました。
本当？ん？テチハ？おや？え？うん。アウト。ですよね。返品だな。そんなバカなスープの上の盗聴器やばすぎるだろ。ものじゃないぞ盗聴器は。うん。おいおい。ことはないだろう。本当？続きバンド行ってみましょう。バンド ID うん、おっとメモロビーだ。え、それは、かわいい。お。いいな。わあ、かわいい。どうぞ、先生。こちらへ、遠慮せず。先生、どう
事をやってほしいです。おー、このね、感謝したいくらいかも。私が合図したら一緒に走りますよ。準備はいいですね。それでは行きますよ。いいな、やっぱりアイリーが清涼剤だよな。よかったよかった、やっぱアイリーだよな。はい、このカフェ、まるで無双家たちが見る夢みたいですね。今のこの感じ、いつか音楽で表現したいです。キサランク上がりました。音楽？音楽関係のものってある？ないか。あ、でもスイーツは良さそう。パフェだよ。今のこの感じ、いつか音楽で表現したいです。素晴らしい。うん、めちゃくちゃ満足したんで、もう一回だけちょっとね、アイリバンドやって終わりにしましょう。お、なんだ？3回目です。
そうなの？やればいいやん。おー、え、怖怖怖怖。脳破壊。うわー、もう出し抜こうとしてるよな。これも青春。犯罪ではないからな。これ消えちゃうのか、惜しいな。並べてみたいよな。始めます。全部うまくいきますように。おかげで元気になりました。ここは何の読んでもどうってことないです。あ、ありがとうございます。いいですね。では、どうしよう。マリーを、パートアイリーを入れるか。
いいですね。はい、ということで、桃トークやってきました。最後に募集だけするかな。あこ、さこい、んー、ダメかな。うん、ダメだ。昇格もなし。採点保証。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。試練が怖い時、苦難に負けそうな時、私が一緒に立ち向かってあげましょう。いいな。ゲヘラ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。あの、私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。小さいからって舐めないで。ご主人様と一緒に試練が怖いとき、私は星に怒ってないから誤解しないでね先生。顔が怖いってよく言われるんだ。愛にも いいですね。お、机が上げられます。開けられるけどな。任務こなしかないのか。はい、ということで、今回は桃トーク絆ストーリーを、やっていきました。次回はメインストーリーですね。久しぶりにやってみようかなと思います。おそらくエデン条約編第4章になると思います。いよいよエデン条約編も最終章ですね。アビドスの行方は、ミカはどうなるのか。非常に楽しみです。とまずやっぱりバンドアイリーいいですね。さっきモミジって言ってたよ。感じがすごく、手のこの スラッとした感じもすごくいいですよね。
型とか、はい、ということで、ここまでとなります。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。旧ツイッターの X のアカウントを持っておりますのでぜひご覧ください。ブルーアーカイブ遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。